それで話って？あ、なんで切れてんの？別に切れてないけど。だよね、僕何もしてないし。光線に呪詛師、あるいは呪霊と通じている奴がいる。ありえない。呪詛師ならまだしも呪霊と？そういうレベルのが最近ゴロゴロ出てきてんだよね。京都側の調査を歌姫に頼みたい。私が内通者だったらどうすんの？ないない、歌姫弱いし、そんな度胸もないでしょ。こわ、ヒスは持てないよ。私だ。